友人からさせていただきます。あまりの寒さに、前ハワイにいる時にね、ヒートテックっていう、なんか暖かい生地を、性質を持ったものをもらってて着てるんですけど、ちょっとこう袖が短い。これはわざとなのかもしれないね。寒くて、来ました。で、今日は、賞味期限が、やばくなってきたであろう。これね、めっちゃ前、俺が沖縄に来たぐらいにもらったやつと、カレーを食べようと思って。これもね、ちょっといいんじゃない？湯気が出て、湿度が上がるんでしょ。寒いなぁ。やっぱ10度は寒いね。10度ってなかなかなかったと思うけどな、去年。こんな寒くなかったよね。と思うんですけどね。だって、海辺歩いても余裕で歩けたぐらい、むしろ動いてたら暑くなってきたっていう記憶しかないんですよね。今なんてもう外出た瞬間にもう寒くて寒くて、これは、タイカレー。両方タイカレー。なんか、ぬるいの。なんかぬるいぞ。忙しくなるぞ、畑。畑が、昨日映画見てて、映画で。ちっちゃな子供がね、なんかこう動物の研究所みたいなところに潜入して、その研究所で子供が言ったの。動物の声が聞こえると。で、助けてあげたいっつって、はい、まああくまで映画ですけど入っていって、で、なんかこう昆虫を見て、その昆虫を逃がしてあげたんですね。逃がす前に彼が言ったのは、あ、なんつったっけ、この子にも家族がいて、友達がいて、住んでた場所があるのに、そこから連れてこられて、このちっちゃな、なんていうの、ケースに入れられてるっていうのはかわいそうすぎるって言ったんですね。やっぱりさ、その純粋な気持ちですよね。その大人になるとさ、なんつうの、これで研究して、社会のためにいろんな研究を行えてやってんじゃ何かしら理由があるのとか、そういうなんか、そういうなんかなんつうの、脳ガキみたいなことどうでもいいんですよね。その子供が一言、まあ、あくまで映画なんだけども、子供って純粋じゃない。
そのかわいそう連れてこられて、なんでこんなちっちゃいとこにいるんだろうって、そういうのをやっぱり人間ってもう大人になっていくとどん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 腐ってって忘れていく。でもなんかそれを見ながら思ったね。まあそういう映画じゃないんですけど、そういうふうに感じた。これはやっぱ大事なこと。この純粋な気持ちっていうのは、何にでも当てはめられる。ただ、腐った大人になっていくと、これが大事、あれが大事、なんか理由がある、政治の理由があるとか、なんか社会的にとか、なんかごちゃ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 言ってくる。これが腐った世の中なんですよ。そこに行き着いてしまって、そこじゃないと何もできない大人になっちゃいけない。キララがめっちゃ元気です。なかなかパンチ効いてますよ、これ。キララ。顔が黒くて見えない。その大事な子供の頃ってやっぱり純粋だから、そういう時にこのやっぱり今地球のこととか重要なことを本当は教えなきゃいけない。親もそうだし、学校もそう。それを今は真剣に無理でしょうね。これは残念ですよね。本当にかわいそうすぎる。
今ね、シャワー浴びるのが鬼のように辛い。でもね、そんなこと言ってる場合じゃない。今こうやって普通に生活できるってことは誰のためかっつうと、誰のおかげかっつうと、人類がめちゃくちゃやってきてこういう状況を作ったのは地球とたくさんの犠牲になった生命のおかげって言い方はおかしいよね。本当にそれを、それがどれだけ大事だったことか、今が感謝しなきゃいけないのかっていうのを本当に子供たちに教えなきゃいけないことってここなんですよ。海に行ってみんなでゴミを拾って、さあゴミを拾ったぞって、何も変わんないんですよ。何も変わんない。もちろんやらないよりかはいい。だけど、地球をたくさん動かして手助けしていくんだったら、もっともっと大きな改革というか、そういうことがかなり重要になってくる。大人は分かってる。言えば分かる、理解できる。理解できないやつもいる。それを行動するか、目先の欲だけにまみれて、あれですよ。俺の周りにもいっぱいいるよ。まあいっぱいつか俺そんな友達いないけども、限られた友達の中でもみんなアホにしか見えないね。もちろん自分も含めてそうなんですけど。拳を上げて、拳を上げて言葉を出せるやつってそういないと思うね。結局誰かの目を気にして生きてる。失礼。そんな世の中で今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のためにたくさん使ってあげてください。